こんにちは、さといろです。こんにちは、ひのたです。皆さんにはご報告できていなかったんですけれども、実はですね、ひなたゆい見ていただいたら分かる通り双子を授かりました。ありがとうございます。皆様にご報告が遅れてしまったことと、ひなたゆいの動画でもね、なるべくお腹がこう映らないようにね、動画を撮影していたので伝わりにくかったと思うんですけれども、実はですね、10ヶ月ほど前から僕らの間に2つの命を授かりまして、今月臨月を迎え、出産も3日後と間近に迫っております。今日からね、入院するもんね。病院に入院して、で出産に控えるんですけど、しばらくひなたゆいチャンネルとさとひろチャンネルも動画をお休みさせていただく形になってしまうんですけれどもね、こうやって動画を2人で撮ることがまたできるように。何？痛い。痛い？痛い。なんで？え、来た？え、待って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 、やばいやばいやばい、やばい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 、え、救急車救急車救急車、救急車、もう間に合う間に合う、で、どうしよう、え、待って、どうしようどうしようどうしよう、え、バカだ、もう俺が取り上げる、俺が取り上げるから、もう頑張ろう、もうよし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 、俺が取る取る、俺が取るから、もうここで産むぞここで産むぞ、よし、俺が子供を取り上げる取り上げる、頑張れ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 って、あんま痛くなさそうなの。ヒロくん痛い？出る出る、頑張れ、ヒヒ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 、大丈夫か？うん、エイプリル